こんにちはにゃでーすってことで、明日10月31日、10月最後の日に12時間のでかいメンテナンスがありまして、大きなアップデートが入ります。そこでパズドラの新機能が2つ追加されて、あとちっちゃい機能もね、追加されるんですけど、大きな機能が2つ追加されるんです。で、これがですね、知らなきゃ損な内容、マジで知らなきゃもったいない内容でございますので、今回活用方法についてですね、紹介解説をやっていこうと思います。で、まあ、パズドラのね、情報をしっかり追ってる方、パズドラがっつりハマってる方にとってみると、まあ、割と当たり前になってくるような情報でございますが、多分ね、私の視聴者の中にはライト層エンジョイ勢の方もいらっしゃると思います。そういう方々がですね、置いてかれないようにしっかり解説やっていこうと思います。ぜひね、この今から紹介することを知ってたよという方もですね、高評価をしてくれると嬉しいです。もちろん知らなかった方も高評価をしてくれると嬉しいです。知ってた方もね、同じような情報が出た時に、次、ちゃんと自分が知れてるかどうかわかんないですから、こういう動画出し続けられるためにも、ぜひ高評価よろしくお願いしますね。はい。ということで、まず大きな機能1個目なんですけど、何かと言いますと、はい、こちらでございます。マイページの追加でございますね。今、フレンドって書いてるところなんですけど、これが変わります。その他のものとかもちょっとこっちに引っ越ししたりとかして、オプション、ウェブ、達成報酬、サーチ、プレゼント、親友選択。で、一番重要なのが一番下のでかいところですね。助っ人設定というものが生まれます。これがね、かなりでかいものでございまして、助っ人設定って何なのかと言いますと、はい、こんな感じでですね、誰でも表示できる。まあ、誰でもですね。フレンドじゃない人にも表示されるリーダー。で、フレンドに表示されるリーダー。これがまあ2体目です。基本的にフレンドの人はね、2枠人出す、リーダー出すことができます。で、親友に対しては3体リーダー出すことができて、まあ、それがですね、一番右となってます。はい。これどういうことかというと、自分が誰かに出すリーダーを設定することができます。つまりどういうことかと言いますと、まあ、例えば自分はリダチェンで使ってるけど、人に出したいときはリダチェンじゃない潜在で出すことができるということでございます。これめちゃくちゃありがたいですよね。特に称号チャレンジだったりとか、ランダンだったりとか、コロシアム集会だったりとか、がっつりやりたいときに、助っ人がないと困ると思うんですけど、誰かに頼むことで出すことができるでございます。はい。で、しかも、助っ人選択ね、これ設定しとくだけで人に出されますから、つまりまあ、結構親友とかももらいやすくなったりとかすると思います。で、まあ、これ、特にね、称号チャレンジとかやる方は活用してほしくて、これ知らないか知ってるかで大きく変わってきますということです。で、ただこれは、自分が誰かに出すのを設定できるだけで、誰かのものを選べるわけじゃないんですね。だから、ちょっと使いづらくねと思った方もいらっしゃると思うんです。私もそう思うんですけど、せっかくこういう機能ができるんだったらということで、これね、初公開の情報で、まあ、多分この動画その伸びないから、ここの動画見てくれた人限定のね、スペシャルな情報になるんですけど、ちょっとね、私の YouTube 見てる人、が、入れるような LINE グループかディスコードグループ作ろうかなと思います。多分、そんなの作ってもですね、数千人入ったりとかしないと思うんですよ。まあ、多くても数百人ぐらいだと思うんですね。はい。だから、ちょっと作って、あそこのね、グループ同士で親友とかになればですね、お互いにリーダーとか出せます。で、私の視聴者ですから、私が出した編成とかの編成組みやすくなったりしますので、まあ、そういうのいいかなと思ってます。で、やるとしたら、期間限定で、時間限定で、URL 公開して、LINE グループ作ったり、もしくはディスコードグループ作ったりすると思うんで、見逃さないように注意してください。ずっとは URL とか出しておかないと思いますので、期間限定で出しますから。はい。で、この助っ人機能を、まあ、大きく活用できるようにしようかなと思ってます。はい。これがまず有効利用の1個目ですね。特に称号チャレンジ、ランダン等々頑張ってる方、これ、見逃しなくというところです。はい。続いていきましょう。続いての新情報なんですけど、これがまたでかい情報でございまして、はい、こちらでございます。スキル選択が可能になりますと。で、何のスキル選択かっていうと、これ、本体と武器どっち打つか決められるようになりますよってことでございます。これすごいよね。まあ、このね、運営が用意した画像はですね、二段階変身のスキルと、裏のスキルとかいうね、センスのないことやってるんで、伝わりづらいかもしれませんが、例えば変身後のキャラクターね、スキルターンが1ターンとか2ターンになってるキャラクターと、その武器ですね、をつけることによって、生成スキルを打つか、それとも一瞬だけギミック対応のスキルを打つかとかが選べるようになりますよというね、新しい機能でございます。これもね、まあ、編成出て使う人にとってもですね、知らないとよくわかんないことになる可能性ありますから、はい、しといた方がいいと思います。まあ、これをわざわざ使うために編成組んだりはしないですけど、いずれ使うことになると思いますから、しといてください。ただですね、このスキル選択に関しては、本体と武器、いつでも打ち分けできるというわけじゃなくて、つけてる武器によって変わってきます。同系統の武器をつけた時だけですね。例えば、両面スクナなんですけど、まあ、こちら変身後、スキルターン、1ターンのスキルですよね。で、ここに、この両面スクナの武器をつけていたとしたらですね、この10ターンの消せない覚醒無効回復と、毎ターン打てるあのスキルを打ち分けできたりするということでございます。
ます。同系統じゃなきゃ意味ないんですね。はい。そこだけ注意してください。あんまりね、使いどころたくさんはないと思いますので、もしなんかの編成で使っていたらですね、ああ、そういうことなんだなと思ってください。ちょっとエフェクトとかもね、キラキラして、変わるみたいですが、知らないとなんだこれってなると思いますので、そこだけ注意してくださいって感じですね。このスケットにね、比べるとね、まだ大きな情報ではないですが、スキルの内訳ができるようになるのもかなり大きな変更点かなと思います。はい。で、あとですね、まだあります。変わるところなんですけど、次ここですね。はい。これ。これが変わります。はい。クエストのね、あと、一日って今書いてありますけど、これがちょっと変わるらしくて、これ本当にビビたる変化ですけど、こんな感じでですね、残り時間みたいなのは、はい、終了しました。受け取り期間あと1時間みたいなのが表示されるようになりますよということらしいですね。はい、そんな大した情報ではないです、これは。まあ、ちっちゃなアップデートでございます。で、はい、続いてがこちらでございます。はい、これね、チームの情報なんですけど、まあ、例えばスキブですね。はい、スキブいくつですみたいなのが、はい、書いてあると思うんですけど、ここにですね、あ、今これ見えないか。はい、あ、これね。これって今、スケット入ってないんですよ。で、スケットのやつは暗算でいつも足してたんですよね、私とかね。スキブ、今これ、いくつですか ?16 ですか。で、まあ、あとフレンドにスキブが4つあるから、みたいな暗算で足してたんですけど、それがね、はい、これスケットも含むをつけることによって、スキブとかフレンド側のやつも足してくれるし、体勢とかもスケット側のやつ足してくれるようになりますよ、ということで。はい、この機能もね、しれっと追加されるはずなので、知らないと、いつまでも暗算することになりますから、はい、しといてください。スケットも含まれるようになります、ということでございます。あとね、その他のアップデート情報ということで、こんなのも来てます。はい。その他、まず、以下のフロアに出現するルシファーの行動が変、調整されますということで、パズル教室ですね。裏修羅と、表修羅と、あと裏魔門と、ちょっと裏修羅と、ちょっと裏魔門ですね。はい。で、変わるそうです。っていうことらしいですね。あ、裏修羅じゃないですね、これ。裏修羅の裏魔門だわ。ごめん、同じだわ。別のものみたいに言っちゃったけど、同じですね。裏修羅のルシファーと、ちょっと裏修羅の、ルシファーの行動が変わる。あと、正順か逆順かの設定が、表示変、順変更の項目ごとに、記録されるようになります、ということですね。まあ、これは使いやすくなるってことですね。あと、コンボの最大が255コンボになるということで、ほとんどの人は関係ないんですけど、今まで156コンボだったのかな?それが、255コンボになりますよ、ということみたいですね。はい、ちょっとした変化もありますよ、ということでございます。はい、以上ですね。はい、今回のアップデート新情報でございました。特にスケットと、あと、あれですね、スキルが使えるようになるやつ。あれ重要ですから、しっかりと把握しておいてください。ということで、以上です。よかったら、参考になったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあねー、バイバーイ。はい。ということで、ここからはおまけですけど、動画の途中で言った通りですね。今後、スケット機能がせっかく追加されるんで、視聴者が交流できるように、私も交流してもいいかもしれないですけど、視聴者同士がね、交流できるように、グループね、LINE グループか Discord グループ作ろうと思ってます。どっちにしようかまだ考え中ですが、期間限定で URL 等をね、YouTube チャンネルの方で公開して、動画かコミュニティ投稿かもまだ決めてません。期間限定で投稿して、で、何人かに入ってもらって、そこでも締め切ろうかなと思います。まあ、何時募集かはするかもしれませんが、まあ、基本的には1回限りでやろうと思ってますので、ぜひともですね、入りたいなと思っている方、お見逃しなく、まあ一応ね、入りたいのに入れなかったって人がいるかもしれないから、2回目ぐらいは募集するかもしれないですけど、そんなにたくさん入ってもしょうがないと思うので、ピッと切ってやるかもしれません。はい。ということで以上です。じゃあねー、バイバーイ。